ヘックス、ザジグザグゲーム、パーカーブラザーズから1950ヘックスの版、ヘックスは、六角形が並んだ、両形状の版を使い二人で対戦する、ボードゲームである。アブストラクトゲームに分類される。版の大きさは1111 11が、一般的であるが、1313 13や以後と同じ19、19なども使用される。ビューティフルマインドで有名になった数学者のジョン・ラッシュは14。 14が適正であると考えている。このゲームはデンマークの数学者ピート・ハインによって1942年に考案された。ハインと別にプリンストン大学のジョン・ナッシュも1947年に同様のゲームを考案した。ハインはこのゲームをコンティー・テーシーティックスと呼んでいたが、デンマークではポリゴンの名前で知られるようになった。ナッシュの周りでこのゲームを行った者たちは、 考案者の名前を取ってナッシュと呼んでいた。マーティンガードナーによれば、プリンストン大学ではこのゲームをジョンと呼ぶ人たちもいた。1952年にパーカーブラザーズがこのゲームを販売するときに、ヘックスという名前をつけた。この名前が現在では定着している。最初に二人のプレイヤーは自分の色を選ぶ。各プレイヤーは相互に六角形のマスの中に自分の色の石を置いていく。 このゲームの目的は自分の意思が置かれたマスによって番の向かい合った辺をつなげることである。ただし番の四隅のマスは双方の辺に属するものとする。先手が有利であるためこのゲームではパイルールが適用される。先手が最初の意思を置いた後で後手が先手と後手を交代かこのまま続行かを選択することになる。ジョン・ガッシュはこのゲームに 引き分けがないことを証明している。計算複雑性理論において、ヘックスは、プスペース完全とされている。これは、他の伝統的なアブストラクトゲームであるインゴや、チェッカーなどよりも解析にかかる、計算量が少ないことを意味している。ヘックスは、すべての NN の番で、先手必勝であることが証明されている。ヘックスとは逆に、大変を先につないだ方が、負けというゲームである。 ありがとうございます。